韓国のサムスン電子が今日発表した今年7月から9月までの決算は純利益が6兆2900億ウォン、日本円でおよそ5800億円となり1年前に比べて半減しました売上高は62兆ウォン、およそ5兆8000億円で5.3%の減少となりましたスマートフォンを含むモバイル事業が好調な一方で 主力の半導体事業で価格の下落を受けた不振が続き全体を押し下げました。